最後になります。あの最後なんだ。メンバー紹介します。今あのこと怪しい覆面の人間、この人あのこのタックスに入って初めてのライブです。あの覆面にひげ生やしますけどね、ちょっと某会社の OL 型なんだけど顔を出せないとか言う。T さん、名前も言わない。T さん、はい、よろしくお願いします。こちらのあのグリズリーみたいなでかいグリズリー洗いって言われて、あの知ってるよね、グリズリーって。あいさん、熊だね、熊のグリズリーって。大山マスターズ、大山マスターズ空手かな。なんかよくわかんないですけど六角水だよね、六角水。そっか、何かに行けると思ったよ。洗い、はい、かずまり。それで後ろに控えてます、あのドラムの、この方のはあのバンマスなんですけど、ね、一番のお年寄りで、なんと75歳で、このおお若い、すごいですね。もうすごいパワフルで、やっぱり一番元気がいいという、なんで元気なんか。マカ20倍を毎日飲んでる。それで元気だ。あのスーさん、あの鈴木さんです。それ私、あの近藤です。よろしくお願いします。じゃあ最後の曲、まあこれも皆さん知ってると思います。選曲、あこれもともとね、あのなんだっけ、朝日のアトリエっていう、あの、はい、なんだっけ、でアメリカの民謡で、アニマルですか、娼婦の館の歌。あ、そうなの、娼婦の館の歌って知らないんですけど、そういうのが、あ、知ってるんですか。なんか娼婦の館の家のなんかの館っていうね、世紀末の歌ってる。あ、浪人に。そうだ、美穂さんが歌ってんだよね。あの方もあのバンドのボーカルなんで、あの世紀末のね、浪人の館。それじゃないけど、ね、いろいろやってます。この人も女装するんですけどね。一緒にやってるからね。まあいいや、そういうことで、朝日のあたりへ行きたいと思います。